県内に今年初めて熱中症警戒アラートが発表されました。エアコンの使用などを心がけてください。県内は高気圧に覆われて朝から気温が上がっています。午前11時20分時点の最高気温は、飯田市南信濃で 35.1 度、飯田で 34.5 度、伊那で 33.7 度、上田 33.5 度などとなっています。そして今日日中の最高気温は飯田と松本で36度、諏訪で35度などと予想されています。気温や湿度などの予想から、県内には熱中症警戒アラートが今年初めて発表されました。アラートが出された場合、室内での適切なエアコンの使用や、屋外での運動の中止などを心がけてください。午後は湿った空気の影響で雷雨となるところもある見込みです。